どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画井口坂始めていきたいと思います。はい、今日はですね、先ほど行われました日本代表対ブラジル代表の試合についてお話ししたいと思います。結果から言いますと0対1で日本代表は敗れてしまうという結果になりましたね。僕はですね、ワンゴールキーパー公式チャンネルという YouTube の公式チャンネルの方で試合を見ながら、本並さんと高木さん、もともとゴールキーパーをやられてた、方々と一緒にですね、まあ、ゴールキーパー目線をこう踏まえながらですね、一緒に、生配信をしてたんですけど、見てくださった方ありがとうございます。ぜひぜひね、ワンゴールキーパーの公式チャンネルの方も見てもらえたらなというふうに思うんですが、それが終わって今帰ってきた、直後でございます。帰ってきた直後に、撮ってるんですけど、まあ、1対0ということで、最初得点差でね、敗れてしまう。しかもその1点も PK ということで、まあ、非常に、惜しかったなという、ところですね。ただ本当に見応えのある素晴らしい試合だったんじゃないでしょうかね。まあ今回ね、元 J リーガーの方のこう解説を真横で聞きながらだったんで、より楽しめたっていうのはあるかもしれませんけど、まあ本当にね、ブラジルも本気のメンバーでしたし、日本代表もね、今組めるガチのメンバーで挑んだわけですから、そこでのね、もちろん差とか、その辺はあったにせよですね、ギリギリのところで体を張ってこう守ったりとかですね、まあ数少ないながらもチャンスをなんとか作っていこうというところが見えたりとか、まあ課題も含めてですね、いろいろ見えた試合という意味では非常に見応えのあった試合になったんじゃないでしょうかね。まあ収穫があった試合と言えるんじゃないでしょうか。まあ、ブラジルとしてはね、もちろん勝ちに来てるわけですから、最初からね、こうエンジン全開みたいな、まあ多少イライラしながらも本気で点を取りに来るブラジル代表という感じだったんですが、まあ日本はね、前半の最初はこうちょっとチャンスも作ったりとかですね、伊東純也選手なんかからチャンス作りかけてた場面もあったんですが、やっぱりもう前半の中盤ぐらいからはですね、どんどんブラジルに押し込まれてですね、まあ日本もディフェンスラインからこうボールをつないでね、ビルドアップ、ボールをつないでですね、前線に運んでいこうとするんですが、まあそこがカットされて、ドリブルで仕掛けられて、パスでワンタッチツータッチでどんどんポンポンと崩されて、思わずファールをしてしまって、危ない場面でフリーキックを与えてしまうとかですね、あとはそこから、さらにパスをつながれてペナルティーエリア内まで侵入されて、シュートを打たれてしまうというような、かなりハラハラするような展開になりましたね。まあそれもですね、今回まあお二人の解説とかでもおっしゃってましたが、やっぱりブラジルの守備の位置、そしてその圧がやはり素晴らしいので、なかなかこうね、前回のパラグアイ戦でやったような後ろからのビルドアップはなかなかできない。まあ、そこをね、こうどうやってくるのかっていうのが、まあ、ビルドアップの精度を上げて、どれだけ相手のポジショニングが良かろうが、圧が強かろうが、なんとか繋いでいくんだっていう方向でやるのか、はたまたたまにはこうボールを前線に飛ばしてですね、そうなると前線に抑えられる選手を配置して、そこでためを作りつつ押し上げていくのかとか、その辺が課題になるんじゃないかなというふうには思っております。そして後半ですね、まあ、メンバー交代なんかもありながらだったんですが、まあ前半の、と同じような展開になってですね、ずっとこう押し込まれているというような中、やはり一番恐れていたといいますかね、ペナルティーエリア内にあんだけ侵入されてワンタッチで崩されたりドリブル仕掛けられていたら、どうしてもね、やっぱそういうことになってしまうんですが、 PK を与えてしまい、まあ判定もねどうなんだというところあるかもしれませんが、 PK を与えてしまい、その PK をネイマールに入れられて、失点してしまうというような形になりましたね。まあ、日本もね、後半はメンバーチェンジをしながら前線の3人を入れ替えたりしてですね、なんとか攻撃の糸口を見つけようという風な戦い方だったと思うんですけど、まあ後半途中から入った三笘選手なんかはね、ドリブルでも仕掛けていってましたし、ドリブルそれ止められる場面もありましたけど、その他のワンツーで、こう繋いでいったりとか、何度かね、ゴール付近、ペナルティーエリア付近まで侵入していくという場面もあったので、そこはね、これからも武器、日本のストロングポイントになるんじゃないかなという風に思いましたね。まあ前半はね、伊東純也選手の方でチャンス作りましたし、後半は三笘選手のところでチャンスも作れたりしてたんで、その辺も今後ね、どんどん精度を上げていけば日本の強みになるんじゃないでしょうかね。まあ、あとはね、やっぱりセットプレーっていうのがこういう試合ではポイントとなってきますんで、セットプレーのね、精度とかをもっともっと高めてですね、なんとかゴールに結びつくような可能性の感じられるセットプレーがどんどん増えていったらいいなというふうに個人的には思っております。
そしてですね、もうどういう感じなんだろうと思ってなんとなくちらっと見たりしましたけど、相変わらずごちゃ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 ごたくを並べてですね、とにかく、変なことを言ってる人たちがもうたくさんいるんで、まあ本当に小学生とか、まあ中学生でもないか、もう小学生ぐらいなのかな、小学生にした感じよく知ってて素晴らしいですねとは思いますけど、およそ大人が書いてるようなこととは思えないですけど、ネットとかね、まあ、SNS とか YouTube とかのコメントとかではなんかごちゃごちゃ言ってますけど、もうどうすりゃいいんだよ、もうそのどうなったってなんか悪く言うんだみたいなとかもあるし、別に悪く言うとかね、批判が良くないわけじゃないってこれ言っとかないと、どうたらこうたらとかね、また日本サッカー界のためにとか言うのかもしれないですけど、古橋をね真ん中で使えって言ってたのはお前らだし、そのお前らがね今度は古橋選手いいとこなかなか出せなかったら、いいパスサーも同時に出さないととか、なんかどうたらこうたらとか言ってますけど、まあ、あの批判することでこう日本サッカーのためになるっていう風な言い方でいろいろ叩いているんだとしたら、古橋選手に対しても多少こう厳しい目を向けなきゃいけないっていうところはあると思いますし、もちろんね状況的にセンターフォワード、まあ前線の選手がこうなかなか活躍しやすい環境ではないですよ。やはりブラジルは強いですから、本当に数少ないチャンスしかない中で自分の良さをどう出すかっていうのはその選手の責任だと思いますし、選手自体はねそう思ってプレーしてますよ。そういうのに対してなんかもうなんとかね、まあ古橋選手に全ベッドみたいな感じなのか分かんないですけど、セルティックで何点取ってる、海外海外海外のリーグ海外の得点どうたらこうたらでねなんか言ってるのか知らないですけど、やっぱりねもうなんか決めつけた味方でやってると何も楽しくないし、今日ね、まあこれでブラジルに1点しか決められなかったんだ、やったやったって言うんじゃもちろんないですけど、ちゃんとね冷静に本当に見て楽しまないと意味がないですよ。もう負けた方がいいだの、何点取られた方がいいだの、どうたらこうたら言ったらしょうがないんで、今日ねしっかり最後のところでは体を張って、ね、守ってる場面もあったわけですから、ああいうプレーを見たりとかですね、しても何もこうなんか心が躍らないようであればもういいですよ本当に。もうそんなんだったら見なくてって思っちゃいますよ。そんな奴らが声高らかにねなんか言ったり、森保監督もこの YouTube の配信見てたらなとか、何言ってんだよ本当に、いい加減してくれ。もうなんか楽しくなくなるからやめてくれ。まあまあもうね、ほっとくしかないんですけど、そういう人たちもね、まあもうちょっと落ち着いていろいろ考えてですね、意見してた方がいいかなというふうに思いますね。分析分析とかね言ってたって、なんだかよく分かんないことにもなってきますから、まあ本当にいいところもあったし悪いところもあったと言いますか、当然ねこっから修正しなきゃいけない部分もありますし、手放しに喜べるようなね試合ではなかったんですが、試合自体としては本当に面白い試合でしたし、ブラジルの選手やっぱすごいなっていうところももちろんあったので、こういうメンバーだから監督が良ければブラジル代表と互角に戦えるんだなんてことは皆目見当違いですよ。本当にやっぱりレベルはまだまだ違いますし、もちろん日本の選手も海外ではプレーしてますけど、ブラジル代表のねメンバー見れば海外のトップリーグの、トップクラブでスタメンで出てる人たちが大半ですし、ましてこうねサッカーの、歴史の積み重ね方も違うわけですから、そこはしっかりこうね地に足をつけて、日本が、今どれくらいのレベルとしてこうやって強豪と戦っていくんだ、これからワールドカップ本番スペインとドイツに当たるわけですから、そこ戦っていくんだという目線も含めて考えていかないと、本当は監督が違えばブラジルぐらい戦えるんだみたいな発想でいると何もならないので、そこはもう冷静に、まあ小学生とは思いますが、今後のね、自分の未来で恥ずかしく思いしないためにも冷静になってもらえたらなというふうに、思っております。まあパラグアイ戦でね出たメンバー今回出なかったりとか、その辺のマネジメントも森保監督含めやってると思うんで、なぜこの選手出ないんだ、なぜこの選手出るんだとか言っててもなかなかなしょうがないとかあると思いますが、まあ個人的にはねやっぱ上田綺世選手を入れてですね、こうボールをもうちょっと収めるような展開も見たかったなとか思いますし、伊藤選手左サイドで出てね、出てみたらどうだったんだろうなとかね、伊藤博樹選手がね、その辺も見たかったなとか思ったりもしますけど、まあ、この4試合あと2試合ありますんで、そこを通じていろんな選手を試して、おそらく違うフォーメーションとかもあと2試合では試してくる、オプションとしてね、やってくるとは思いますんで、その辺でこうワールドカップ本番に向けていい仕上がりになっていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ
もう選手がね、やるわけですから、その選手が全員責任感持ってやってくれてますから、まあそれをね、なんか、とやかく、その、あまりにもね、わけわかんないこととか誹謗中傷に近いようなこと言ってもしょうがないんで、まあじゃあお笑いをね、僕やってて見てる人がもうちょっとこういうネタ作ればいいのとか言っても、いや全然わかってないなって思うように、多分皆さんの職業なんだってそうと思うんですよ。お医者さんやってるとしたらもうちょっとこうした方がいいのって、いやいやそんなできないんだよってあると思うし、飲食店だったら飲食店であるでしょうし、そのジムだったらジムでも何でもあると思うんですよ。そこの中ではわからないことあると思いますから、その辺はね、言い過ぎてね、ちょっとわけわかんないことを言わないように気をつけつつ、あくまでこのチャンネルはもう楽しくね、ちょっともうこのチャンネルぐらいは楽しくやりましょう。もう、ぐったりしますから、何やったってね、もうどうなったって、ワールドカップ優勝しちゃっても言うよ、このまま言ったら、なんかもうとにかく言いたいんならもうそれはしょうがないんですけど、このチャンネルは楽しくやっていきたいと思いますんで、サッカーね、あんまりわからないという方、みんな楽しめるようにいろいろ配信していきますんで、今後もぜひぜひよろしくお願いします。ということで、あと2試合も楽しみにしましょう。今回はね、お仕事で生配信させてもらいましたが、また時間があればこのチャンネルでも試合見ながらの生配信もしたいと思いますんで、その時はまた告知って言ってもギリギリになると思いますけど、報告したいと思いますんで、よろしくお願いします。いやー、悔しかったですね。勝ってほしかった。それが素直な気持ちですね。ワールドカップ本番に期待しましょう。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。